延岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画・政策でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は第54回延岡西日本マラソンについてアスリートタウン推進室の山本翔吾さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ今週末は延岡西日本マラソンが開催されますね。はい、今年の延岡西日本マラソンは2月14日日曜日12時5分より延岡市役所前をスタートします。日向市原町交差点を折り返して延岡市役所に戻ってくる 42.195km の日本陸上連盟公認のコースです。市制施行30周年を記念して始まった本大会は半世紀の歴史を重ね、多くのドラマと幾多の名選手を輩出してきました。では改めて延岡西日本マラソンの特徴を教えてください。はい、延岡西日本マラソンは福岡国際マラソン、別府大分毎日マラソンと並ぶ九州三大マラソンの一つです。トップアスリートへの登竜門として毎年熱戦が繰り広げられます。過去には宗兄弟や川島慎二選手などの日本マラソン界を代表する名選手が数多く出場しています。今大会は25人の招待選手と49人の女子選手を含め35都道府県と海外2カ国から613名のエントリーがありました。新進気鋭のランナーたちが素晴らしい走りをしてくれるものと期待しています。選手の皆さんには熱いレースを期待したいですね。はい、地元旭化成からも選手が出場するんですよね。はい、旭化成からは2年前のこの大会で2位となった松尾良一選手や昨年12月の防府読売マラソンで好走したルーキーの吉村大輝選手が招待選手としてエントリーしています。地元選手のガッツポーズが見たいですね。では今大会の見どころを教えてください。はい、今大会は旭化成の選手やニューイヤー駅伝で2連覇を果たしたトヨタ自動車の伊藤優也選手、松原健太選手など招待選手を中心に好レースが期待されます。また前回大会からシドニーマラソンとの交流が始まり、オーストラリアからダレン・モイル選手が出場します。このほかペースメーカーとして旭化成の丸山文弘選手が 5km あたり15分20秒から30秒を目安に 25km 地点まで先導します。ペースメーカーが離れた後、選手同士の駆け引きやスパートを仕掛けるタイミングなどはレース最大の見どころとなります。終盤の船越峠からフィニッシュまでの区間では予想できないドラマが待っているかもしれません。ゴールまで目が離せないでしょうね。そうですね、今大会も UMK テレビ宮崎のほか沖縄県を除く九州内のフジテレビ系列にて12時から熱戦の模様が生中継されます。また BS 富士で今大会当日の23時から90分のダイジェスト版が放送されます。選手にとって力になるのは皆さんの声援です。沿道に足を運んでいただき、選手の皆さんに追い風となるような大きな声援を送っていただきたいと思います。そして選手と沿道の声援が一体となった延岡西日本マラソンの魅力を全国に発信しましょう。市民みんなで応援したいですね。今大会もマラソンプラザが設けられるんですよね。はい、毎回好評いただいているマラソンプラザをスタートフィニッシュ地点である延岡市役所前の第2駐車場に開設します。このマラソンプラザには190インチの大型モニターを設置しますので、レースの模様を生の迫力でご覧いただくことができます。また延岡観光協会による地場産品の販売や番組協賛スポンサー各社による飲食コーナー等も設けられますので、ぜひ会場にもお越しください。では最後にレース中の車両交通規制について教えてください。はい、大会開催中は車両交通規制が行われますのでご注意ください。まずスタートおよびフィニッシュ地点です。市役所前中町通りで10時30分から16時40分まで規制が行われます。このほか国道10号では塩浜町や日向市細島港入り口、折り返し地点となる日向市原町交差点や門川町の延岡南道路入り口などで規制が実施されます。皆さんにはご不便をおかけしますが、選手が安心安全に走れるようご理解と ご協力をお願いいたします。今回は第54回延岡西日本マラソンについて
アスリートタウン推進室の山本翔吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に佐伯市からのお知らせです。城下町佐伯国木田独歩館では今、城下町佐伯ひな祭りが行われています。江戸時代から昭和の貴重なひな人形を展示。このほか佐伯市出身日本人形作家西山博井さんの作品も展示されています。美術書籍にも掲載されている受賞作品を間近でご覧いただけます。また毛利家に伝わるおひな様なども展示。入館料は一般200円、小中高校生は100円です。昨年開館した佐伯市歴史資料館や平和記念館やわらぎの共通観覧券も販売されています。城下町佐伯ひな祭りは3月13日まで、皆さんぜひお出かけください。この時間は延岡市の企画・制作で延岡市政だよりをお送りしました。